ビチェンツァはイタリア共和国ベネト州にある都市で、その周辺地域を含む人口約11万人の基礎自治体、ビチェンツァ県の県都である。ルネサンス期の優れた建築家アンドレア・パラーディオが手掛けた美しい街並みで知られ、パラーディオの街と称される。その市街はユネスコの世界遺産、ビチェンツァ市街とベネト地方のパラーディオのビラの一部として登録されている。 ビチェンツァ県の中南部に位置する。パドバから北西へ3 0トルベローナから北北東へ4 5メートルトレビーゾから西南西へ5 6トル、州都ベネツィアから西へ6 5トルの距離にある。ビチェンツァ県外略図隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り。この土地に最初に定住したのは、 エウガネーの人々であり、ついで紀元前3世紀、紀元前4世紀頃に、ガリアから来たウェネティの人々によって征服された。紀元前157年、古代ローマは、ガリア人からこの町を奪い、勝利を意味するビチェティアあるいは、ビチェンティアと名付け、ムニキピウムとした。紀元前48年、この町の住民は、ローマの市民権を得た。メディオラヌムとアクイレアを結ぶ。 ポストミア街道の宿駅として、いくらか重要な街ではあったが、パタウィウムの後陣を排していた。紀元前1世紀後半から1世紀前半にかけて、作られた古代ローマ時代のフォルムは、現在視聴者となっているパラッツォトリッシーノから、シニに降リ広場付近に存在していた。また、街の中心線をなす道路のデクマヌス・マクシムスは、現在のパルダーディオ通りに一致し、カルド・マクシムスは、 現在のアントニオ・フォガッツャーロ通りとコントラパシーニ通りに一致していたと考えられている。今では180メートルしか残存しない水道橋は、かつてはビチェンツァの北の持ったディコステイブセラから南下し、カルド・マクシムスに沿って市街地に達していたと考えられている。現在レトロネ川を渡るサンパオロ橋が架かっている場所には古代ローマ時代にも橋が架かっており、 レトロネ川の南のボルゴベルガ地区には、紀元前一世紀後半に建てられたベルガ劇場が存在した。また、バッキリオネ川に架かる、現在のアンジェリ橋の場所にも、古代ローマ時代には、橋が作られていた。西ローマ帝国の崩壊後は、立ち変わり様々な民族の支配を受けた。489年に、東ゴート王国の支配下に入り、ついでランゴバルト人。 フランク王国の主要都市の一つとなった。6世紀にはベネディクト会の修道院建築が多く建てられるようになった。中世ではスカリーゼリ家の支配に耐えた。1404年から1797年まではベネツィア共和国の支配下で4世紀間の平和が保障され、芸術は卓越した水準に発展し、経済も繁栄した。世紀は偉大な建築の世紀であり、 後期ルネサンスのアンドレイア・バル・ラーディオはビチェンツァと世界中に貴重な独特の建築遺産を残した。19世紀にはナポレオンが倒れ、町はオーストリア・ハンガリー帝国下で、ついでロンバルド・ベネート王国の一部として、1866年にはイタリア王国に併合となった。第一次世界大戦では大規模な戦闘が県内で行われ、第二次世界大戦でも、 同盟軍の爆撃によるひどい損害で町に打撃を与えた。1950年に始まった経済と工業の発展でイタリアで最も裕福な町の一つとなった。ビチェンツァには以下の分離集落がある。ありがとうございます。